長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が次々と減っていく。え、またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたらあいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちはそういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え？最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ？僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょ？ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたらこの星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった一個。ひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか。はい。いかん。ベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつを。ここに沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられん。フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残る1個を探すか。ん？このパワーは、ザーボンだ。間違いない。待っていたんだ、単独で動き出すのをな。やつも仕留めてやる。ドドリアのようにな。近いぞ。今の俺ならザーボンなど敵じゃない。スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったもの。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。
すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？永遠の命さえ俺のものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚か。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっている。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。やりっこ。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだが、そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。うぬぼれやがって。どうした？動きが止まって見えるぞ。信じられん。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。